どうも、なんとか塾校です。よろしくお願いします。お願いします。本日の動画なんですが、いつもと雰囲気違いまして、ちょっととある会社さんにお邪魔しようかなと思っております。初めて来るわけじゃないんですけど、動画を僕が制作してちょっと一回収めたことがあります。で、その収めた動画はこちらの会社さんで公開されてますので、ぜひ、こちらのリンクか概要欄のリンクでご覧になっていただけますと嬉しいです。今回見学させていただきます会社さんは、僕たちが普段使っているドリルとかセンタードリルとかっていったものを作っている会社さんになっております。で、そちらの製造の現場というものをちょっと見せていただこうかなと思います。というわけで行ってみましょうか。はい、行きます。時期が時期なだけに、ちょっとマスクをして、会社の方をさせていただきました。はい、いろんな人と接点を、ね、持つことになるんで、今回は岩田ツールという会社さんにお邪魔しております。知ってる人は知ってますよ。ホコタテという番組で大人気企画に終止符を送ったあの会社さんなんですけど、今回は岩田社長に会社の案内をしていただきたいと思いますので、ご登場いただければと思います。こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。岩田ツールの社長、岩田です。岩田ツールの岩田です。よろしくお願いします。お願いします。今日は一日案内していただけるということで、はい、僕ら交互検査ってあんま知らないですよね。そうですね。普段使ってるんですけど、全然作り方とか知らないんで、使ってるくせにそのプロセスを知らないからちょっと楽しみなんですよね。知ってる人少ないですよ。あ、その現場を、ね、そうですね。で、その現場を今日は見せていただけるということで、はい、じゃあ見学よろしくお願いいたします。というわけで、こちらが納入されたばかりの材料と。そうです。結構長い、普段こんな長い材料使わないんで、ちょっと新鮮ですよね。こんな木箱で入ってる感じとか。はい、ちゃんと理由があります。長い理由が、材料高いんで、なるべく端材が残らないように長いのを買います。使う材料って買うよりかは、取れ高を考えて長めを買っておく、はい、そうですね、はい。気になるところがあっちのいろんな材料がありますけど、これもこれ全部排水です。排水、はい、高速度工、細いのだと、まあ、こんな 2,3 ミリのものから、こういう30ミリ超えるものまで、はい、なんか結構綺麗に整理された感じ。これ自作の台です。ですよね。塩ビパイプを一生懸命自作した感じの。なるほど。材料は日本のものと、あとフランスからの輸入品とか。フランスからも輸入品、ね、あります、あります。世界最大のハイスの材料メーカーがフランスにあります。それは知らなかったです。こんな感じで材料が管理されているという感じになります。はい、こちら、やたら長い機械がありますが。これはまあ、自動旋盤ですね。NC の旋盤になります。なんすかね、これは。これはバーフィーダーって言ってて、さっきの材料がちょうどここに、はい、セッティングされて1本ずつ送ってって、じゃあ本体の方で加工します。これは自動で。そうですね。じゃあちょっと実際に加工してるところを見せていただいて、はい、なんかコロコロ落ちてますね。そうですね、まあ、実際に加工したものの切断して粗加工してもう出てきます。うんうん、油で加工してます、ね、そうですね。これ油をかけて、クーラントで油かけて、こっちになんか結構レトロな、多分60年以上の前の機械をちょこっと改造して、さっきの太い材料を切断するののみに使ってます。なるほど。長い材料入れて、もうこういう形でスッキリバイトで切断していくる。切断専用みたいな。そうですね。太いのだとそんなに数がないので、もうこれは人間が手動でやっていきます。めっちゃおもろいんですけど、長さの位置決めに使ってるんですよね、これきっと。あ、そうです。ここにね、ストッパーつけて長さ位置決めして、そのまんま、いい感じの長さにできるみたいな、スッキリ専用やからっていう割り切りっぷり、なんかめっちゃおもろいですね、これ。これエアキャップで、で、まあ、ここはスッキリバイトですね、チップ式の。結構でかい三角形チップですね。そう、これね、実はこれ、ハイスのチップなんです。あ、ハイスなんですか。あえてハイス使ってる。ハイスでハイスを切ってる。そうです。すごいない。ハイスでハイスを切るって、普通ないですよね。で、超高でも切れちゃうんですけど、超高だと切れ味が悪いんで、ちょっと材料に熱がかかって悪影響を与えるので、あえてハイスのチップで切れ味がいい状態で。包丁で包丁を切るみたいなもんですから。そういうのなかなかないですからね。ハイスでハイスを切るってすごいですよ。てっきり超高やと思ったんですけど。へぇ。スピード速くしたかったら超高でやるべきなんですけど。その材質が変わらん品質の良さを、ね、狙うなら、ハイスの方がいい。
これってさっき旋盤で切ってた材料、ね、そうです、そうです。今度は NC 旋盤でこの形状までこうしちゃいます。これはまあうちの中でもまあまあ太い方です。この加工自体はまだ検索ではなくて、旋盤加工で。熱処理前だから、はい、焼き入れ前だからそんなに硬くないので、旋盤できるって。なるほど、なるほど。もうこの時点でちょっと見たことある感じになったんですよね。指より太いからね、これ。すげえ。もう熱いですね、ここ。ここが熱処理工場です。熱処理。はい、焼き入れですね。はい、僕アルミの鋳物屋さんに勤めてたんですけど、温度感が全然違いますね。そうですね、アルミの融点に比べたらもうこれ今1200度ぐらいの上がってます。アルミだと1000度いかないんで、そうそうそう、全然届かないんで、ちょっとヒリヒリ感が、普通の炭素鋼の焼き入れでも、まあ、1000度いかないんですけど、まあ、台紙の場合だけは1200度切って、なんか全体的に茶色く錆びた感じになってるんですけど、はい、これこだわりの熱処理。ソルトバスって言って、ソルトバスだから塩のお風呂ですよね。実はあの中は塩が溶けてます、液体状態に。その中にポチャンと入れて、まあ、温度上げたり冷やしたりするんですけど、普通は今だと真空で、真空炉、真空炉、あのチャンバーの中を真空に引いて焼き入れするのが、まあ、今ほとんどなんですけども、ソルトバスって昔からのやり方なんだけど、これが結構いいんです。未だにやっぱり性能的にはもう微妙ですけど、液体のお風呂にちゃってやったら一番温まるじゃないですか、うん、シャワーよりも風呂の方がいい。そうそう、空気中よりも風呂の方が温まるでしょ。だから液体の中に入って、しかもソルトが空気遮断するので酸化もしないんで、そういう真空にわざわざしなくてもいいっていう、そう、そういうメリットがあのこのエレガントだとあります。ただ錆びるすごい、なんか茶色い茶色い工場中が錆びちゃう、そことこの厚さ。僕はあのこの仕事を10年ぐらいやってて、外れた瞬間10キロ以上取りました。10キロ。あの、ここに、これってなんで不適合品なんですかね。めっちゃ使えそうな感じするんですけど。寸法が、まあ、ここの刃先の径が少し大きいとか、まあ、そういう寸法違いで多分。ああ、どれくらい違うんですか。加工してたら外れるから100分の2とか、多分それぐらいとか、そういう世界が。100分の2だと全然使えますよね。どうせ大きいドリルで開けちゃうんで。基本的にはやっぱり交差で、あの、カタログに乗っかっていますので。あのそれはちゃんと不適合品として弾いてるから。そうですね、はい、もったいない。もったいない。これどう溶かしちゃうんですか。いや、あのちゃんと何が外れてるかと明確にしないと。なるほどなるほど。今実はちょうどうちこの不適合品を例えば再研磨して訳あり品でアウトレットとして今出そうかなってことがちょうど考えてる。面白いですね。この機械ではどんなことをされてるんでしょうか。これはもう結構どんなあの工具でも削ることができる、まあ、あの6軸の NC の工具検索マンで、6軸、はい、スイスの機械ですね。おお、時計目って有名なスイス、うん、そうそうそう。これが外径の研磨が終わったやつですよね。そうですね。それから今もう溝を切ってこっちの刃を取って、先端の刃を取って、おうおうおう、もうあとシンニングも入れて、もう全加工、おうおう、もうこの機械でやってます。すごい。この黒いところ、黒いところが削ってシルバーに。そうですね。この黒い部分はあのさっきあの熱処理焼き入れやった時の面がちょうどこんな黒っぽくなってます。まあ、これ通常この機械であんまりやることないんですけど、はい、これはあの急ぎでお客さんからちょっと特注で頼まれたやつのセンタードリルをこの機械です。そういう急ぎの対応とかもするんですね。やりますね。この機械だともう1工程で全部できちゃいます。あと砥石もこれいろんな砥石をこれ交換しながら、はい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 、ATC じゃなくて砥石が変わるのでオートホイールチェンジャー、はいはい、AWC AWC 僕ら
普段 ATC なんで、はい、オートツールチェンジじゃなくてこれ AWC ってよく言ってます、ね、なるほど。で砥石を交換しながらいろんな工程を加工していくっていうのをここでやってます、うん、これはあの機構の機械で使ってる砥石になります。はいはいはい、この刃2個ついてるんですか。これは刃先と外周の逃げ面と、はいはい、この2枚の砥石、あとシンニングもこれでやってるかな、はい、あと溝の砥石とかはまた別のフランジについてる。細かい、めっちゃ細かいですよね。これ CBN の、あ CBN、 、うん、そんなにたくさんキュービックボロンナイトですよそれ伝わるか伝わるめっちゃ高いんじゃないですか。あの超高だったらダイヤの砥石を使うんですけど、はいはいはい、こういった排出の製品の場合だと CBN の砥石を、だいたい1枚5万円とか。で1枚っていうのはここだけで、いや、うん、1個で、こっちもちろん安いんじゃないかな。ここ5万円、5万3万とか、下手すらこれ6万円ぐらいついた、はい、めっちゃ体積でかいっすね、はい、僕らがね1000番のチップこんなんで5000円とかしますもんね、はい、加工ってお金かかるねこれはなんでバナカバジルですか。これ自動倉庫。あ、自動倉庫。お、すげえ。お、あ、こういうの好きなやつや。みんなが好きなやつ。ここは精密加工室、高温室になってて、さらに精度の高いものをここでやるんですけど、この天井をちょっと見てもらうと穴がいっぱいありますよね。これはエアコンの吹き出し口になります。風が出てるんですか。そう、一箇所から出すと風が当たったりこう温度がばらついちゃうん で天井全体からエアコンの空気が出ることによって部屋の中が全体が同じ点になる。寸法的に一番難しいのはここの径を、車内の加工中の交差でいくと2ミクロン、2ミクロン、この細さで、はい、あれ、ここってさっきのゲンガーのここは検査室ですか。そうです、測定室、測定室ですね。こっちが3次元測定器、カメラとここにレーザー、おうおうおう、タッチプローブ、おお、全部使える 3つの方向で、一つのテーブル上で行うので、工具屋さんは測定器も充実してないと、まあ半分趣味だね、半分趣味これはもう社長の趣味みたいな。いやいや、そういうわけじゃないんですけどやっぱりあの精度のいい工具が本当にできてるかどうかの検証になってくると、穴の精度も深淵度が2ミクロンに入ってるかどうかとか、やっぱそういう検証とか、今位置ずれも1ミクロン以内の勝負になってきてるんで。なるほど。まあこれ開発時に使ってます。このドリルは位置がずれにくいよとか、穴がまっすぐ開くよとか、その工具の開発をしているときに結構やってます。これは何の機械ですか。これはドリルとか、まあ、工具の切削工具の測定器になります。自動でもう測っちゃう、あの三軸の MC の、まあ、通常あのいろんなダイヤルゲージとかで測るときもあるんですけども、最近はこうやっていろんな項目を全部自動で測っていくっていう機械。もうレーザーで非接触で測ってる。これはね、レーザーでって画像処理、カメラで、カメラで測ってます。レーザーは何ですか。これね、投影機のあのライトと一緒で、うん、バックライト、いろんな測定器で一つ一つ測ってるってこともやるんですけども、最近やっぱりこういうので測るとお客さんやっぱりこういう機械あるんでしょっていうあるんで、我々これも持ってますけど、まあ、これだけで全部測ってるわけではないので。これぐらいの1000万超えますね。あ、測定器1000万、すごい。工具なら何でも測れる感じですか。プログラムさえ組めば、特にこれは細いのも、まあ、0.3 ミリとかそれぐらいだったら測りますけど、 0.3 パイのドリル、うん、それ以下だとまた我々別の測り方をする、うん、それはちょっともうオリジナルの方向でやる。へえ。あ、今なんかライトつけましたね。あ、もう今一旦測定が全項目終わった。これで工具の寸法が丸裸になると。そうです、感じですね。それはあのトンコツさん、あのヘトヒレドリル、むちゃあれうまいですよね。あ、ありがとうございますすごいいいかなと。これ一回測定してみましょう。これですか、うん、いやお断り。え、いや恥ずかしい、恥ずかしいんで。僕もね、興味ありますじゃあもう一回研ぎ直しです。もう一回研ぎ直しです。どうやって出した動画もね、あれ出てたの何本か研いでいいやつを出したんでしょ。あれ1本しかなかったんで、1本研いで、マジ、はい、マジ
しかもあれ数年ぶりにやったんで。いやでもうまいよね。何ですか。やっぱりなおさら測ってみましょう。あ、恥ずかしい。ここも検査ですかね。そうです。寸法の検査と、あと外観検査。こっちが外観検査になります。傷がないかとか、あと排水の工具だと若干バリが出てるので、まあ、手作業でバリ取る方法と他の装置で取る場合とか両方ある。あ、そうなんですね。まあ、このルーペで見てる場合とか、あと顕微鏡で見たりとか、一番細いのはもう電子顕微鏡で検査するから。まあ、これはある程度大きさがあるからルーペでも大丈夫。そうそうそう、はい、これちなみに検査って全部やるんですか。はい、外観はもう全数検査、あとコーティングとかする場合はその前にも全数検査する。コーティング前とコーティング後で全数検査ですか。します。すごい。結構これが大変。大変ですね、うん、ここは倉庫ですかね。はい、製品の倉庫になります。でここからまあ出荷していくんですけど、まあ、実際あのうちの中にもあるし、あとうちの、 あの代理店さん問屋さんとかにドーンと在庫が置いてあって、はいはいはい、まあ、日本中とかあと世界でもまあなるべく早く出荷できる在庫が結構たくさんありますね。やっと在庫が揃ってきました。ずっとうち追いついてなかったんで。今まではもう在庫はなかった、はい、まだないやつもありました。まあでもあのほぼ揃ってきてパンパンですね。逆に言うと今コロナで一気に受注が減りましたんで、すごい勢いで今もう溢れちゃうかもしれないです。このままでは。で今ここではあの製品に対してラベルを貼ったりとか梱包をしたりとか、こんな感じで大体の、はい、これでまあ大体の流れっていうのは一連の流れがあったと。はい、はい、がっつり見学させてもらいましたね。がっつりですね。こんなことないですよね。ないですね。じゃあ昼行きましょうか。あ、行きましょう。はい、はい、本当続くはずだった。あ、言っときますよ、はい、やらせはないです。とんでもない難しい依頼急に来だしたんですよね。 YouTube を始めるとか